1994年ドイツグランプリは1994年の F1 世界選手権第9戦として7月31日にホッケンハイムリンクで開催された。国際自動車連盟の安全強化策としてマシンにスキッドブロックを装着することが義務化された。床下に薄いキータを貼り付けることで車高を上げさせダウンホース発生量を減らすことで コーナリング速度を落とすという狙いがあった。前線イギリス GP での国旗虫を理由に、ベネトンのミハイル・シューマッハは、同レースの失格並びに2000出場停止のペナルティを受けた。出場停止のペナルティに対しベネトンチームが抗議したため処分は保留され、シューマッハはこのレースへの出走が許可された。なお、シューマッハはベルギー GP 後に2戦の出場停止処分を受けた。 フェラーリのゲルハルトベルガーが個人としては1991年の日本 GP 以来となるポールポジションを獲得。2位にもチームメイトのジャン・アレジがつけ、フェラーリが1990年のポルトガル GP 以来となるフロントロード苦戦を果たした。3位にデーモンヒル、4位にはシューマッハがつけた。また、ティレルの片山右京が 当時の日本人の予選最高位となる5位を獲得した。スタート時に、ベルガー、アレジのフェラーリコンビが先行するが、対列後方で、ザウバー、ロータス、ミナルディラのマシンが絡むマルチクラッシュが発生。さらに1コーナーでは、デビッド・クルサードと接触したミカ・ハッキネンが、コントロールを失って、コースを横切り、煽りを受けて、ジョーダンのマシンらがコースを飛び出した。 これにより10台ものマシンがリタイアに追い込まれる事態となるが、レースは続行となる。この1コーナーの多重接触の原因を作ったとして、ハッキネンが一戦の出場停止処分を受けた。1コーナーを曲がった後、2位、アレジのマシンにも電気系トラブルが発生し、リタイアとなった。ヒルとクルサードのウィリアムズ勢は、オープニングラップ中に接触などで、フロントウィングを傷つけ、 ピットで交換する間に周回遅れに転落した。片山は高スタートを決めて一瞬2位にジャンプアップ。次のクラークカーブでシューマッハには抜かれるもヒルのアタックを阻止して3位を走行した。しかし7周目にスロットルのトラブルによりマシンを降りた。15周目にベネトンのヨスフェルスタッペンがピットストップして休養を行った際、 給油口につないだ燃料ホースからガソリンが噴出フェルスタッペン自身とマシンに降り注いだ直後に高温のエキゾーストパイプに触れて引火し、マシンは猛烈な炎に包まれた。迅速な消火活動の結果、フェルスタッペンやピットクルーが軽い火傷を負ったものの、幸いに大きな怪我はなかった。この年レース中の最急援が認められてから初めて起きた火災事故だったが、 後にベネトンチームが給油速度を上げるために燃料ホースのフィルターを取り外す改造をしていたことが原因であることが判明した。2位のシューマッハは母国初優勝に向けてトップのベルガーを猛追していたが21周目にエンジントラブルによりガレージに戻ってリタイアした。優勝候補が続々と脱落していく荒れた展開の中、ベルガーは 安定した走りで一度もトップを譲ることもなく優勝。フェラーリに1990年スペイングランプリのアランプロスト以来4年ぶりの優勝をもたらした。2位にはリジェのオリビエ・パニス、3位にチームメイトのエリック・ベルナールが入り、リジェは2台とも表彰台圏内でゴールした。4位と5位にはフットワークのクリスチャン・フィッティ・バルディとジャンニー・モルビデリ、6位にラルースのエリック・コマス。 感想は8台というサバイバルレースとなった。ヘンリー、アラン・オートコース1994から95、ヘイジルトン・パブリッシング、ピアニッシも、ピアニッシも、186から187、ISBN1 から87万4557から95から0。ありがとうございます。